パワプロ2024で追加した方が良い機能。マイライフシミュレット活動、なんと夢のメジャー移籍。マイライフはもっと支給出るようにしろ。メジャー球団追加、2軍成績、それは追加してほしい。ハーフスイング、渋い W、 育成枠制度、結局これが一番欲しい。リクエスト機能当然欲しいまでふ。サク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 セス。育成枠はいいね。巨人やソフトバンクの育成は増無双すぎて選手査定大変だと思うけど、昔のにあったどんな名前も読んでくれるやつ、まだ復活してないならそれ。ペナントに2軍の監督コーチも置かせてほしい。スカウトに置くよりまずはそこやろ。マイライフで育成選手からのスタートとクビになってもトライアウトに参加可能。マイライフで育成選手からのスタートとクビになってもトライアウトに参加可能。去年やってみて栄冠3年縛りはマジで良いルールと思ったから、3年縛りやりやすいように初期卒業生なしとか外部アイテム持ち込みなしとか設定できるようにした上で、3年縛りチーム大会とかやってほしい。